始めてしまったよ。まあでもそういうのね、あの、うん、切っていろいろやったらいいんじゃない。じゃあそういうなんか今日髪型何なんか髪型メイクもなんかアイラインがっつり決めて、この間の動画でさ髪の毛バサバサみたいないっぱい書かれたから、そうこの野郎と思ったん。あね、髪の毛ね、あの湿気が多いとしぼさる外国人あるある、超ぼさる、ロシア人あるある、なんかねあるあるだよね生まれはロシア、ロシア関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今日の動画は、ちょっと先日ね、某ロシア人 YouTuber、うん、まあ、名前も言いますけども、アシアちゃんの動画やね、をちょっと見させてもらって、アシアちゃんの動画でね、主婦について、アリョーナと、もう一人のロシア人 YouTuber で二人でこう対談形式で、日本の主婦についてどう思うっていう動画を出してたんだけども、まあ、それについてね、ちょっとなんか、まあ、結構批判があったようで、その動画に対しての謝罪の動画を出すぐらい、すごい叩かれてたようなことがあったので、まあそれに対してね、ピロシキーズの二人はどう思いますかみたいなのがもうめちゃくちゃ来たのよ。結構来たね。そう、だからちょっとなんか日本の主婦について、まあどう思うか、まあその動画を見てのちょっとピロシキーズの考えのようなものをちょっと発信したいなと思って、ちょっと動画を撮らせていただきたいなと思います。はい、まあ、動画ね、リンク貼っとくんですけど、まあ、どんな内容で叩かれてたかっていうと、まあ、ちょっとやっぱロシアと比べると、ロシアってまあ女性の方と男性の方がもう共働きの家庭がまあほとんど、まあすっごく圧倒的に多いな。そうで、日本ではまあ主婦って言ってもね、普通の主婦じゃなくて専業主婦の話だったんだけども、うん、まあ、その専業主婦は、まあ、せっかく大学に出て自分のやりたいこともある中で、まあそのね、まあ出産のサポートっていうのがやっぱりまあ国や会社からしっかりされてないことによって、まあ結局復帰ができない。で、それによって、まあ主婦をやらざるを得ないような環境にあるから、まあちょっとこう、まあ言い方悪いんだけども、ちょっと日本の主婦って少しかわいそうだ。まあそんな言い方をしたわけじゃないんだけど、まあ、そういう風に聞こえるような言い回しをしてしまったから、すごく、いやいや、主婦もしっかりプライド持ってやってるし、主婦を、まあ、やりたいくて、主婦を、私たちは主婦を、そもそもプライドを持ってやってるので、そんななんか主婦をかわいそうな人たちだっていう風な感じで言うんじゃないよ、みたいな。まあ、そういう叩きがね、自分が見てる限りやとコメントでは多かったかなと思うんやけども。そう、まあ、その日本の主婦について、まあ、主婦って言っても、専業主婦ですね。専業じゃない主婦と、専業主婦ってまたちょっと違うところがあると思うから、まあそれについてね、どう思うかなんやけども、うん、アリちゃんってどう専業主婦になりたい？結婚して。まあ、うちは、その20代、なる、うん、ならないっていうところで、うん、なりたかった。あ、なりたいタイプやったんや。いや、うちはなんか仕事もしたくないなと思ってた、その時。あ、やりたいことが全然なくて、うん、で、家で掃除してる方が、なんか皿洗いしてる方が、うんうん、私はなんか自分に向いてるかな、みたいな。そういうのしててなんか楽しいなっていう感じやった。うんうん、皿洗い自体をするのがその苦じゃないねん。まあ、その、なんかね、多分それが嫌な人っていうのもいるし、それなんかすごい仕事として受け取られてる人もいるけど、なんか自分としてはなんか皿洗ってるのは全然。まあ、一つの仕事やけど、家の掃除したりとかするのも、なんかね、皿洗いしたりとか。まあちょっとロシアだとね、主婦、そもそも、まあソ連時代に、まあ男性も女性もみんなもう全部何もかもが平等だっていうのがまあ思想にあったわけだから、まあもちろんね、雇うときに男性だから女性だから何歳だからっていうそういう仕組みじゃなくて、もう誰もが絶対仕事があるっていう状態だったわけじゃない。そうね。そう。だから、まあそこでもちろん女性がね、働くっていうのはもう当然のように当たり前のことだったし、うん、まあなんか子供たちもみんなやっぱり、同じような思想に育て上げるために、そういう子供たちをもう育てる仕組みっていうのがね、まあ、正直できてたと思うの。学校だけじゃなくて、学校が終わったらピアニアルとかって言ってさ、あ、ピアニアル。そう、なんだろう、少年団っていうのかな。まあ、みんなそこに入って、こういう活動をするのは素晴らしいことだとか、そういうことを教え込まれたりとか、まあなんか安定的なね、そういう教育を、教育じゃないんだけど、この、まあ育てられるので、みんな同じような人たちを育てるっていう仕組みができてる中で、まあ女性がね、社会進出するのは当たり前だったわけで、で、それがね、
まあ今となっては専業主婦っていう人が、まあその名残があってあんまり多くないよね。多くないんだけども、専業主婦でいる人って本当に金持ちの男の奥さんで何もすることがなくて、もう家で本当にカクテルばっかり飲んでるような人たちのことをロシアでは専業主婦っていうか、まあそうだね。まあそれだけじゃないのよ、もちろん。あの日本の方のようにめちゃくちゃ頑張ってた働いてる方もおるんやけども。まあでも今でもやっぱりそういうイメージはついてるよね。そう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 。主婦ってイコールなんかほぼほぼ何もしなくて、うん、なんか誰かを雇って誰かにしてもらったりとか、そう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 、自分はあんまりそれほどなんか家のことやらなくてもいいみたいな。なんかね、あのそういうドラマもあるのよ。なんかセレブの奥さんが、私は主婦よみたいな感じで、なんかこう、あのちょっと掃除しといてみたいな。あ、そうそうそう。カクテルが切れたみたいな。ちょっとあれクリーニング出しといてとか。そうそう、うん、そういうね、なんかあのものが。まあ結構ね、やっぱドラマとかでもあるからだと思うんだけども、まあロシアではあんまりこうイメージ自体がそんなにね、良くないというか、で、そういう人たちは何も学力もないとかっていうふうになんか思われてたりとかもするから。ああ、そういうふうな冗談にされたりとか。そうそうそう。まあだから、ロシアの人から見たらね、専業主婦っていうと、やっぱちょっとね、イメージ悪いというか、まあそもそもそういう考えで育ってくるとあんまり主婦になりたいっていう考えがないのよね。私は結婚をして、あの子供を3人産んで、でなんかあの綺麗なお家に住んで綺麗にして、なんか家庭なんか専業主婦になりたいみたいな人っていう夢がそもそもできにくいというか、日本ではそういう夢もあるやん。いや、あるよ、もちろん。全然あるやん、そういうのも、家族素敵だねって。まあ、ていうかなんか、どっちかっていうと日本の場合は、主婦が、まあ、立派な国民というか、まあ、もちろん立派な国民なんやけど、あの、社会に出て働いてる人と同じだけ、もしくはもうそれ以上かもわからへんけども、同じぐらいの社会に貢献もしてる人たちなのよ。子供、これからの納税をする子供だったりとか、うん、そういう家庭の子供を育てる、なんだろう、戦士みたいな。まあでもそれは、ね、言い方によっては。あの、多分母親によってそういう学校の活動だったりとか、そう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 、されてる人が多いから、ね、参加したりとかして。だからね、日本でのね、専業主婦ってね、別に地位の低いものではない。本当にね、主婦の、まあ、することもすごく多いし、ものすごく大変で、で、中にはもちろんそういうのは嫌だっていう人ももちろんいる。社会に出たいっていう女性もいる。けども、中には、いや、私は主婦っていうのはすごい立派なものだと思うし、憧れるよって言って、主婦になりたい。専業主婦になった。それに憧れているっていう人ももちろんいるっていう。なんかね、その専業主婦に憧れている人たちとか、専業主婦が素晴らしいものだと思っている人からしたら、もちろんそうやって、まあ、なんだろう、主婦ってなんかかわいそうとかって言われると、はぁ、うん、っていう気持ちにはなっちゃうのかなって。でもかわいそうっていうか、そういう自分の人生をね、かけて、そうそうそう、プライドを持って、そのなんか仕事だと思って取り組んでやってるわけだから、その旦那さんを支えるとか、うんうんうん、自分の子供を育て上げるとか、うん、あの家の家事をするとか、うん、すごい立派な仕事やと思ってる。うんまあ、ただね、やっぱり、あの、まあ、アシアちゃんの動画とかでもそれは出てたんやけども、まあ、日本、で、まあ、あの、一度子供を育てる女の人が社会から抜けると、それにはまた戻りづらい空気感があるっていうことをすごく言ってて、まあ、要は女性の社会進出が遅れているよねっていうこともすごくよく言ってはいたのよ。で、まあ、これは、ごめんなさい、アシアちゃんに限ったことじゃなくて、ほんまにもういろんなところで自分よく聞くのよ。あの、日本は女性の社会進出が遅れていて、もうこうもダメだ、欧米と比べてこうもダメだみたいなことをよく言うねんけど、なんか俺はな、それを聞いてそれが間違っているとかそういうことは言いたくないねんけど、比較できひんぞとすごい思うね。毎回すごい違和感がある。その日本の女性が社会に出て戻るのが大変だっていうのが欧米と比べると遅れている。女性が社会に出て働くとか、あの、社会復帰する、子供産んでから復帰するのが大変だっていうのはわかる。けど、それが欧米と比べて遅れているっていう言い方が、めちゃくちゃ腑に落ちない。
まあその国によってね、違うから、そう、みんなな、それをいつも見るときにほんまにすごい忘れがちやなって思うのが、日本のこれまであった雇用の歴史、そう、雇用の形態の歴史、雇用のあり方と欧米の雇用のあり方っていうのが全く違う仕組みやったんやでっていうことを忘れんといてほしいね。日本の雇用の形態ってさ、やっぱり終身雇用っていうのが、まあもともと最近はな、もちろんそれはすごく減ってきたんやけども、欧米的な考え方をする人が増えてきたのに伴って、なんか終身雇用じゃなくて、能力が高ければ若かったらそれで給料を高くしたらいいし、能力が低かったら年齢関係なく給料を下げたらいいしみたいな、その欧米式の方が効率もいいし生産性も上がるし、それの方がいいじゃないか、社会がよく回るじゃないかっていう考えを持ってる人たちが多いので、最近は終身雇用制度っていうのも、まあ、ちょっとまたあやふやな状態になってきつつあるんやけども、まあ、ベースとしてはやっぱり、まあ、大学出て就あのしなんかいい会社に入って、できればそれでずっと安定して、年をとくまで働いて定年してっていうのが、まあ、日本のなんか一連の、まあそうやね、まあ、流れだね、多い流れだと思うのよね、うん、まあ、それが絶対とは言わへんのやけどな、もちろんそうじゃない人たちもいっぱいおるから、まあ、でもそういうねイメージもあったわけで、外国の人からよく言われてたよね、うん、すごいなって、そうそう、そんだけ長いことをその同じ会社に勤めてるって、 その日本の人は素晴らしいって、そうでな、まあ最近ではやっぱりそれだとまあ良くないとかっていう風になってきて、だんだん変わってきたけど、自分はその終身雇用の制度を日本がこれまでな、こんなに長く続けてきたのって、ある意味では悪くない部分もあるのよ。絶対メリットがあるから続けてきてたことだっていう。うん、で、そのメリットが何かっていうと、雇用の安心なんじゃないのって。すごく、欧米とかではやっぱり競争して自分に合ったところで働きたい。自分に合ったところでナンバーワンになる。っていうのがやっぱすごい多いんだけども、日本は競争せんでええから安心させてくれっていう考え方がすごく多くて、たとえ若い間に能力があろうとなかろうと、みんな同じね、フラットな状態で安い給料で、で能力が上がろうとなかなかろう、ちょっとずつちょっとずつ年を取れば役職も上がっていき給料も上がっていくっていう、なんかこのスタイル自体は、まあある意味では家庭の安心、将来への安心があったりとかっていう部分があるのと、そうだね、あともう一つは、どんなになんかレベルが低くても、例えばものづくりだったとしても、何かこうものを作ってる時に下手な人、上手い人っておるねんけど、長年ね続けてたら どうしてもね下手な人も上手くなってくるのよね。だから品質の最底ラインが底上げされるっていうのがあるから、だから日本の物の品質ってすごくいいとされてきたわけよ、まあ、これまでも言われてるよね、まあ、必ずしもそれだけではないけど、俺絶対そういう一面もあると思ってて、うん、例えば欧米とかだったら革新的だ、これはすごい革新的だっていうものをすごくたくさん出すんだけども、やっぱり不良品が多かったりとかっていうのも、まあ、問題が出てきたりっていうのも多い、デメリットもある、うん、なんかそのまあ差があるって、ね、でも日本って革新的ではない、うん、これまでもあったものやけど、救急車チン、革新、日本のなものって革新的ではないけど、でもめっちゃ質いいやんこれっていうものがすごい多くて、でそれがすごい、なんだろう、評価されてた時代もあるかなと思うのよ、まあ、それはなんかすごいいい面やと、そうそうそう、いいよね、だから終身雇用っていうのを、必ずしもね、終身雇用、あとは年功序列ね、これって必ずしも悪い仕組みじゃないのかなと思うのよ。ただ、うん、終身雇用制度ってどうしても女性の社会進出をするという一面を切り取ってみたときには、やっぱり女性の社会進出をするのには向かない制度かなとは思う。まあ、その女性がね、妊娠する可能性も、妊娠されるだろうし、それによってこう3年とか抜けたりとか、子育ての期間で抜けたりしてる間にも、まあ男性の人はいるんだけども、でそれで戻った時にね、男性と同じ給料のまま払い続ける、男性がなんだろう、こう、でもこう例えばね、男性と女性だったらピュッピュッピュッで女性が抜けて、
で、ピュッ、ピュッ、ピュッ。で、ここで戻った時に、この人と同じ給料を払うって、これ会社に、ここ、女性の方をもう一回その期間の間にいろいろ変わったりとかして、なんかこう、社会の仕組みが、経済の仕組みが変わったりとか、もう今流行ってるものが変わったりとか、そもそものここで3年間で忘れたものとかあるから、もう一回再教育をする。で、それにもやっぱりコストはかかるっていうので、どうしても会社としては、女性を雇うよりは男性を雇った方が安全だよねっていう考え方になってくるのはもう当たり前なんよね。この当たり前という言い方したら良くないかわからないけど、仕方のない。それでどうしても会社はそうなってきてしまう。で、そのね、女性が復帰しにくいっていう部分だけをね、切り取ってみたら、欧米と比べたら、そりゃそうだよって。でも、欧米の場合はさ、そもそものそのさ、競争社会の中で、仕事を失うことのリスクっていうのもすごいそんなに高くないのかなと思ってて、例えば今回コロナウイルスとかでさ、うん、すごい失業者が出ましたって300万人やったか、ニューヨークで30万人とかちょっと忘れたんやけども、でもいっぱい出たよね。いっぱい出て、で、日本の人から聞いたら、うわ、こんなに失業してって、これは大変だ、みんな路頭に迷ったって。なるけど、向こうの考え方からすると、失業って別にそんなに珍しいことじゃなくて、あ、大変だね、また仕事探さなきゃねっていう感覚なのよ。まあ、そのなんか常にそういうことが行われてるわけだから。そうそう。例えば、40歳とか50歳の人が仕事を探してても、別にそれは必ずしも、日本やったらさ、40歳、50歳の人が仕事を失って探すってすごい大変なことやけどもさ、大変。向こうはまあ20歳だろうと30歳、40歳だろうと、それよりも能力が誰があるのっていうのを見て雇っていったりとかっていうのがやっぱり傾向よ、これも全部。傾向としてあるから、その再就職をするっていうのが、そんなに難しくない社会なのよね。例えば女性がね、まあ、妊娠で、出産で会社を抜けたとしても、全然男性だって自分の能力が合わなかったら平気で抜ける可能性もあるわけよ。で、また戻ってくる可能性も、なんていうの、違うところに就職する可能性もあるから、そんなに男性と女性を雇うことのね、リスクの差っていうのが、そういう社会の中では、そんなにないのよね。まあ。ってなると、そりゃ女性の社会進出しやすいそもそもの構造ではあるじゃん。たとえ女性がね、会社を抜けたとしても、もう一回違うね、なんか会社でもいいから、違う会社に再就職しようって言ったら、それはそれでできるわけよ。まあ簡単にね。そう。でも日本はやっぱり、会社終身雇用っていうのが、まあやっぱ、ある程度そういう考え方の中で生きてるわけやから、それをこう、もう一回じゃあ戻ってっていうのはやっぱ会社にとってはやっぱリスクになってくる。もう一回一から教育か、みたいな感じになってくるから。だから、俺、女性のね、社会進出をするときに、いつもね、なんか、国からちゃんと指導するべきだ。そういう会社に女性が抜けて戻りにくい環境にしてるとか、戻ったときに、なんか役職が変わったりするのをどうのこうのとか、なんかその路線ですごいみんなアプローチをしたがるんやけども、違うぞって思う。アプローチするのであれば、この終身雇用制度っていうのを、まあ、そういう制度があるわけじゃないんだけど、終身雇用のこの形態を、まずは変えるってところからやっていかんと、どうしても難しい。なんてかっていうと、もう、社会の中でこの終身雇用のもう仕組みが、じゃあ女性の方はお家で働いて、で、男性の方は外で働いてっていうのが、もうかなりこれができてるわけだから、そうなると、やっぱり家庭の中での、子育てのあり方であったりとか、例えば近所付き合いの仕方、回覧板を誰が回すどうのこうのとか、ゴミとか、ゴミの仕組みとか、学校での教育の仕方とかね、子供のどうのこうの、全部そこにバーって行くわけよ、そこに。それを、まず、変えんと無理やでって。変えたいの？変えたくないの？って。安心を取るのか、競争を取るのか、どっちかにするしかないんちゃうって。まあ、バランスを取るっていうのが一番ほんまはいいんやけども、ただ、その、もう全く違う仕組みの社会を俺比べることに対して気に食わないのよ。まあ、まずはだから根を変えるしかない。そうそうそう。上のことをどんだけ争っても、もうそれはなんか解決難しいっていうか、だから最初はね、この根に集中的に取り組んでいくべき、うん、どっちを。でも、べきかどうかもわからへんね。どっちがいいのっていうのを日本の人がもう選ばんとあかん。まあ、そうやな。日本の人が今ね、半分半分ぐらいな感じがするのよ。とはいえ安心が良くないっていう人もおるし、いや競争が良くないっていう人もおるし、
それがまだね、今中途半端になってしまってるから、ちょっと中途半端やね。そう、そこが今の日本のね、弱点だったりもする。俺は、まあ、なんだろう、必ずしも競争社会に行ったからといってみんな幸せになれるとは思わへんでって思うな。うん、よくなんか日本の人とかもさ、なんかロシア人ってこういうとこがダメだよね、とこういうとこがダメだよね、とかってよく言うけどさ、あんたらソ連の崩壊経験してないやろって。してから言えよ。経験もしてないことに対して、外部のね、全く違う環境で育ったやつが、とやかく言うんじゃねえっていう気持ちがすごくある。それと日本の人も同じ。あんたらと全く違う歴史を歩んできてる中で、あんたらと同じ基準で遅れてる遅れてないっていうのを見るんじゃねえ。今日本の社会は日本なりにどうしようかっていうのを今考えてるから、待ってろ黙ってろっていう感じだと思う。まあそれはね、簡単に比べられたら腹立つよね、うん、そんな分かっていないのにくせに、なんかそういうパッて見た感じで言うのが簡単やん。そうそうそう、それは俺良くないなって思ってるし、まあもしもね、まあ国のみんながね、これみんなね、意外とね、いや別に競争した方がいいんじゃないのって私思ってるよとかって言っときながら、でも男性と結婚するときはなんか給料が高い人がいいなとかっていうことを女性が結構言う人もおるわけよ。はい、おいおい、なんかそういうなんか落ち着いた生活したいとか、そう、なんか子供できたらその安心感を持ちたいとか、そう、あと働かない男性は悪いみたいな傾向。うん、まあ、悪いとは言わへんけど、私はタイプじゃないなって。でもタイプじゃない人が多いと、もうそれはその男性はやっぱ家庭に入ることって難しいやんか。うん、もしも、専業、女性がね、主婦になりたい人は主婦になりたい。会社に出て働きたい人は会社に出て働きたい。これを選ぶんやったら、その逆も、OK にせんとわかんない。男性が働きたくない男性は家庭に入れるようにする。働きたい男性は働けるようにする。こっちも一緒に合わせて動かさんと、女性だけが出ていって、じゃあ家庭どうすんの？まあ、その、平等ではないよ、ね。男性も女性も働いてってなった時に、まあ、もちろん共働きでっていうのはあるけども、でも、男性だって働きたくない人おるけど。まあ、主婦したい人もいるかもしれない。もちろんその分、男性の給料だって下がっていったりとかもするわけよ。うん、やっぱ能力制とかに上がってくると。ってなると、やっぱり女性が外に出て男性が家に入っているパターンも、どんどん認めていかんとあかんのかな、と思う。そうだね。で、まあ、海外はでもそういうのあるよね。まあ、まあ多いけど。男性が子供を見て家で主婦をして。でもそれも結局、雇用の形態の歴史が違うからね。それがやりやすい。例えばじゃあ日本でまあもう今後はもう終身雇用系のこの安心ができる制度っていうのはもう完全にもうこれはもうなしにしましょうよ、それをない方向に行きましょうよってなった時にどういうことが大事かなっていうのをちょっと考えたりとかもしたのよ、朝起きて。朝とか考えたの。で、俺なんか日本ならではやなってすごくやっぱ終身雇用制度のこの名残なのか、日本ってこれが多いよなと思うのが、なんかさ、会社をさ入って辞めるまでの期間が短いとかをすると、次の会社の面接に行った時になんで辞めたんですかみたいな。なんか日本ってすっごい聞かれるよね。聞くやろ。あと単純に貯金があるから別に貯金で生活しようっていうので働いてない期間が1年とか2年とかあったとするやんか。で、再就職するときに履歴書書くやろ。履歴書全部書かされるやん、ね。細かく。で、それで、なんでここで空白の期間があるんですかって、まあ、聞かれるわけよ。で、そこで、いや、貯金があったので、ちょっと貯金で生活してましたって言うと、うわ、これは、なんか、この会社も辞めるかもしれないし。辞めるかもしれない、ね。そういう考え方をするからちょっとリスクだ、みたいな。やっぱ、価値としては下がってしまうんだよね。下がるよ。なんかこのこれまでに、まあ、学歴とかはね、やっぱロシア、アメリカとかも多分、ね、見ると思う。学歴とか、まあ、ある程度どういう職業をこれまで経験したかとか、何月何日までとかそんなんじゃなくて、どういう経験をしたかとか、どういう免許を持っているかとか、そういう面はもちろん見ると思うねんけども、なんかこれまで何年休んだかとか、どういうことをしてきたかとか、なんかそういうのを、もう俺あの履歴書の仕組みがなんか違うんかなって思うな。まあ、そこをまず禁止にするとかね。例えばよ。履歴書を出すのか。例えば、うん。もうそしたら、もうこれまでな、
まあだからなんか年齢とかによって分けんと。もう別に40歳、50歳とかでも平気で再就職ができるところをまず目指すところからなんかなと思うんだよね。そこが始まって、初めて男性だって仕事を辞めるリスクがあるんだぞっていう風になって、初めてそこで女性だって別に出産をしたから辞めるとかじゃなくてもね、抜けるリスクはあるんだぞ。男性も女性も同じように家庭に入るか、男性が急に家庭に入る可能性もあるし、女性が抜ける可能性だってあるしな、女性が意外としっかりと続け、意外とっていうかなんていうの？意外とってカットして、女性がしっかりとずっと続けていく人も選択をする女性もいるかもしれんし、うん、なんか分からへんから。で、会社としても別に辞められても困らへん仕組み作りを始めていくと思うのよな。そうだね。そうなってくると。なんかこういろいろこう繋がってるやん。辞められても、そうそうそう。どこかだけを変えるっていうのは難しいよね。そうそう。で、そうなったらやっぱクビになった時に、やっぱ再就職するための仕組みが変わってきたりとか、なんかそういう風に変わってくるから、アプローチの仕方が、そりゃね、会社にいくらね、ちゃんと育休払えよ、育休払えよとか、どうのこうのしろよって言っても、嫌やん払うの。まあ、でも会社からするといくら平等、いくら何って言っても、会社側からするとマイナス。そう、マイナスになっちゃうから、まあ、国によってな、どうか知らんけど、これは外国がどう、日本がどうとかじゃなくて、俺が勝手に思ってることやけども、まあ、女性がね、子供を産むってなった時の産休とかは会社じゃなくて国が払ったらって思うよな、税金から。これ俺の勝手な考え。まあでもそういうことをすれば、会社側からすると、そのなんていうの、リスクじゃないけど、負担がこう減るっていうか。そうそうそう。まあそうよね。それでなんかね、その負担をするっていうことは、なんかね、子供を産みやすい環境にもなるのかな、うん。なっていくし、まあ、会社としても、まあ会社としては多分そこ以上にも、やっぱりリスクなのはやっぱり、抜けられる。大事なポストにつけ、ついた時に抜けられてしまうっていうのがリスクだから。でも、男性でも抜ける可能性があるんだぞっていう世の中になってきたら、結構多いやん。ポスト、すっごい上の、あれ、CEO が辞めたみたいな。なんか、そういうのすごいよくあるやん。いや、でも結構入れ替わりが激しい。入れ替わりが激しいから、そういうもし社会なのであれば、それも別に女性の進出にとっては問題にならない。だからね、なんかね、こう一部を切り取るっていうことを、俺はやめた方がいいなって思う。日本はどうなりたいのかなって。日本の、まあこれは皆さんね、コメントによって、いや、日本は終身雇用のこの安心の制度っていうのはこれだけ続いた歴史のあるもので、日本人にはやっぱすごくそれが合うと思うっていう人も絶対おると思う。うん、いや、いる。そう。もしくは、いや、もうこれはそろそろ世界の、この競争社会に合わせて日本も変えるべきだと思うとか、あとはもしくはなんかバランスを取った中間のね、なんか、中間の何かがもしアイデアがあるんだったら、そういうアイデアがあってもいいと思うけど、みんなはどう思うやろ？まあ、俺、その女性のね、社会進出についてはすごくいろいろ思うんやけど、なんかね、いろいろとアプローチがね、やっぱ違ってて、なんか、ここが悪いから、ここだけ、なる。例えばさ、顔にニキビができたから、これすごいなんか一緒に比較したらあかんけど、顔にニキビができたから、あ、このニキビだけピュピュって塗っとこうって、いう治療法やでんな。わかる。ほんまはなんか食べ物を変えたりとか、なんかあれやから、またそこなおっても違うビューって出てくるのよね。だから、消えてないから、消えてないだけだからね。で、全く違う体質、全く違う性別の人を見て、なんかこう、あんたはこうだね、こうだねって今言い合ってるような状態やから。勝手に決めつけて、ね。そうそうそう、勝手に決めつけて。まあ、その社会進出するっていう話としては、もうすごいなんかその、なんかあんた本当になんか日本で働いてたら、そういう。いや、俺働いてたね、俺ちゃんと。ちょっとなんか、じゃなくて、なんか上の、もう何、何あ、戦時するそう。もうやってみたら。いや、誰も投票せえへんやん、なんか。いや、でも、なんかすごいさ、それ、あれ見た、広角機動隊ネットフリックスで見たんだけど、日本の総理大臣がさ、めっちゃ私に似てるんやんか、白人で。なんか目が青くて、こういう、遠間髪型もこんな感じで、外国人で。で、なんかおじさんが居酒屋で飲みながら、いや、もうすげえなよ、総理大臣が外人だぜーとか。いや、わかれへんね。怖いな。どうするそれ、2040何年。ブラス。おじいちゃんになって。それは違うと思うけど。皆さんとか言って。いや、でもその考え方は、いや、でもそれはもう、いいと思う。けど、なんか、主婦がいけない。だからみんなが、その、社会進出しなければならないっていうわけでもなくて。その通り。ね。
進出、社会進出しない、したくない。ってか、主婦って社会進出してないわけじゃないからね。まあそうよね。社会の役に立ってるからな。それもちゃんとした仕事であって。けど、まあ家の外に出ることが必ずしも、まあこのコロナやしな、今このコロナのこの状態を見ていただければわかると思うけど、絶対それが幸せっていう価値観は、押し付けんといてください。以上でございます。まあ、一応でもさ、こういうこと言うとさ、またいろいろ言うと思うねん。ここがでもこうだから。ここがこうだから。まあ、絶対どうか、ね、私たちの考えは、全部を、正解を言ってるつもりじゃないからね。そんなのわかんないから。で、押し付けてるわけじゃないし。そう。だから、どうしたいかとか、なんか違う解決策があったら俺、それもええと思うから。なんかそういうアイデアがもしあるんやったら、ぜひそういうのはコメントしてください。否定してるわけじゃないし、他にも考え方もあるやろうから、なんかいいアイデアないかなって、ちょっと模索してる最中です。まあ今の自分の頭を働かせて、これぐらいしか出てこなかったっていうことで、うん、はい、そうね。みんながもし間違ったことを言ってるか、まあもし間違ったことを言ってなんかどっか傷つけるようなことを言ったのであれば、あらかじめ謝罪しときます。謝罪動画出しませんので。あらかじめ謝っておきます。なんかやっぱ私にだって偏見もあるだろうし、何かしらの。まあその考え方はね、うん、それぞれやから。はい。以上、現場からお送りいたしました。ちょっと長い動画になったけど、まあいっか。あんま編集せんと出してほしいな、これ。そうだね。